はい、ハッシュタグミュージックシャンでもいっぱい来てましたが、お祝いのメッセージをね、歌に乗っけていきたいと思います。じゃあね、ちょっと椅子引いていただいて立ち上がってください。当たってから、当たり前さ、ダンスだよ。しかもハッシュタグが、はい、タイが歌う、マリってこれ、このダンスの頭いけるちゃくそいい、かっこよくだよ。かっこよくいきましょうね。なんちゃんのこんなしの私も立ちますよ。YouTube のカメラがどうしてもね、これ見切れちゃうんですよ。私持ち上げてカメラバックみたいな。あ、もういらない。椅子邪魔だな、マリさん。どかそうかな。椅子邪魔だな。見えない。タイが歌う。そうそうそう。タイが歌う。マイケル。はい、マイケル。待って、あの、O2D、M2D のリズムに合わせて。そうですね。うん。そんなのできる、タイが。できるかどうか考えたことないよ。あなたが忘れろって言ったんでしょ、できるかどうか。まあ、でしょ。じゃあやってみよう。とりあえず流れたら大丈夫だよ。始まったら終わるから。バットでもいい、バットでもいいよ。バットは私が分かんないから、ね、いきまーす。それでは皆さんのお祝いのメッセージ、歌に乗っけてお届けします。レッツマイコー。アムティディ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 アムティマリさん上手。いいもの見れた、とっても。練習してないよ。本当。本当。練習してなくてあんなにできるの？ムーンウォークすごかった。やっぱできるもんだね。あれ難しいと思ってた、ね。見てたらね。両足縛ってるのかなと思って。上手だったら分からんかった全然。うん、和服で、和服なのかな、したと思ったもの。あまりにも小股だったもので。そう。着物でも着てらっしゃるのかなっていうぐらい上手だった。普段の歩きがここに出たかもしれない、ね、あとなんかジャマイケルの見たことないポーのポーズしてるなんか多分でもこれポーなんだろうなと思って私ポーって言ったけど合ってる、合ってるよ、あれポーなんだ、うん、エスパー伊藤みたいな皆さんおめでとうございます。おめでとう。